鳥山石燕『根弱百鬼周囲より、胸骨胸骨は、鳥山石燕による、江戸時代の妖怪画集、根弱百鬼周囲にある日本の妖怪の一種。平成以降には、京国夏彦による、小説、胸骨の夢でも知られる。白髪の生えた、骸骨姿のものが、白い衣をまとった幽霊のように、井戸の中から鶴瓶に吊られて浮かび上がった姿として、描かれており、 解説文は以下のように述べられている。胸骨は異中の白骨なり世のことわざに人種ことを気合う骨というもこの恨みの花は、名し式より言うならんこの解説においては、胸骨は井戸から現れることと、凄さまじい恨みを持っていることが語られているが、それ以上の説明はなく、具体的にどのような妖怪を描いたものかは判明していない。石炎の解説文では、 激しさを意味する方言、胸骨はこの胸骨の恨みの激しさが由来だとあり、神奈川県津久井郡には確かに、けたたましい様子や、すっとん境な様子を意味する、胸骨内という方言がある。しかし伝承上には、胸骨の名の伝承は確認されていないため、実際には逆にそうした方言や、肉の落ちた白骨を意味する、言葉の、骨などから赤煙が言葉遊びで、 胸骨という妖怪を創作したものと見る説がある。また、胸骨の名が、形持ち、祖骨に通じ、転じて祖骨者となり、いくら組んでもそこの好きな揺らみが、そこの深い井戸に結びつけて描かれているという、江戸とによる解釈もある。遠京頃の江戸の流行後、お胸骨や仏画との関連を指摘する説もある。平成以降の妖怪関連の文献では、 井戸に捨てられた骸骨が強い怨念により、死料化した者、または井戸に落ちて死んだ人間が化けたものであり、井戸から現れることによって、自分の捨てられた場所を知らせる、井戸を使った者にたたるなどと述べられており、文学者、沢田水穂の著書、野ざらし物語には同様、野ざらしにされて恥ずかしめられた骸骨や毒炉が、報復するという同様の話もある。しかし実際には、 白骨や骸骨に関連する妖怪は、恐ろしい外見とは裏腹に実体の伴っていないものが多いことから、この胸骨も、また骸骨という外見のみで描かれたものであり、例の類ではないとの指摘もある。ありがとうございます。